皆さんこんにちは板野光雄の超植物チャンネルのお時間です本日は筑波大学名誉教授板野光雄先生の前回に引き続きまして新型コロナウイルスのお話をしていただきたいと思いますそれでは板野先生よろしくお願いいたしますあ、こんにちは板野です今日は新型コロナウイルスの4回目なんですけれども免疫力と薬という切り口から今日はちょっと話してみたいというふうに思います人間が 実は病気になるというところに着目してるとどうして病気になるのかって話なんだけど病気にならない人もいるので反対側から見るとどうして病気にならないのっていう話なわけですね。でこのコロナウイルスみたいなものについて言うと感染するかしないかっていうことなんですが。 これも反対から見てみると、世の中で感染しない人はいっぱいいるわけでどうして感染しないのかっていう話になるわけでこれは科学の世界では免疫力とかっていうこういう方向から説明がされてるんですけれどもじゃあどうして免疫力が低い人と高い人がいるのかっていうこういうような話になってくるのでまずちょっとあの免疫力の話を最初にちょっとしておかないと。 話が始まらなないいかなというふうに思うんですけども人間の免疫力の体系というか免疫系というのは自然免疫と獲得免疫というあのこういう2つのシステムでできているという自然免疫というのはもともと生まれた時から持ってる免疫で外部から病原菌とかウイルスが入ってくると最初にこれが動くですねでこれは第一次防衛隊みたいなものでこれは血液とかそれからインパー 駅とかそういうところの中にある白血球が主に担当してて白血球の中にマクロファージだとか高中球とかいろんなのがあるんですけれどもこういうものが最初に動いてウイルスが入ってきたらそれをやっつけに行くと初動でこれでウイルスとか病院がやっつけてしまえればここでそれ以上ひどくはならなくて。 あんまり感染したっていうこともなくて終わっちゃうこともあるので風邪とかひいてひいたかなと思って次の日には治っちゃってるみたいなこういう時はこれ自然免疫のレベルで迎撃してるわけですね。コロナウイルスの場合も感染してるけど不健性という人もいるしウイルスは吸っちゃってるけど感染までもいってないみたいなそういう場合はもうほとんどこれ自然免疫が動いてるんだと思いますね。で獲得免疫が 動き出すっていうのはこれは第2段階で自然免疫のところでもうあの防衛しきれないとあるところまで悪くなってで最後体の中でリンパ球の中に B 細胞というのがいてこれが抗体を作るっていう話が入ってきたウイルスとか病原菌に対して専用の抗体を作っていくのでそれにちょっと時間がかかって抗体が非常に強いから抗体が出来上がるくらいのところでまあ風邪だと。 23週間すると大体風邪は良くなってくるのでこれは抗体ができているその最後のステージになってくるわけですけどもそのこういうことがあるんですけれどもここまでは普通の科学の話なんですけれどもこれを少しスピリチュアルというか霊的なところで見てみるとどうなるかというとウイルスの,あのバックにも霊的な あの力が働いてるウイルスの例とかそういうものがいるって話はこの前ちょっとしたかと思いますけども実は免疫の系の方もよく見ると白血球だとかそれからリンパ球だとかこういうタイプの細胞までいかないようなちっちゃな生命体ですねまあ白血球なんか細胞と思ってもいいのかもしれないですけど細胞といってもこの白血球系のものとかこういうタイプのものっていうのは。 体の普通の組織の細胞というのは器官だとか組織があるとその,その組織の中にこう縛られて、えー、場所で決まった働きとかそのあの形を表現してるんですけどもこの白血球かこの系統のものは血液とかリンパ液の中を通してぐるぐる回ってるのでとても流動的に体の中を動いててこれってウイルスやなんかとちょっと似てますよね。 実はウイルスの陰に霊的なものというか、まあ、ウイルスなウイルスの魂みたいなのものがあるとするとこの白血球群というか免疫系のこういうものの背後にもある種の魂というか霊的な力が存在してるということがあってそういうものがあのウイルス系と免疫系の中で戦ってるという話です。で人間のの体ってあの各臓臓臓器ごとに心心なら心臓の意識があるし、 肺肺には肺の意識があるし、肝臓には肝臓の意識があったりとかして各その細胞にも細胞の意識がある意味である,そういうあるという,う見,る見方もありますけれどもこの免疫系というのも一つの人間の株構造の中に位置づけられている一つの,その生命体のようなところがあって免疫系の生命体としての力というのと外から外敵としてきたウイルスの生命体と力が お互いこう体の中で戦争してるというかここでしのぎを削り合ってるででこれであの両方ともバックに霊的な力というかそういうものを抱えてるのでそういうところも含めた戦いになってるという話です何回か前のところでシュタイナーの話の時に上部機関とか下部機関がどうとかってそういう話をしましたけどもその時に心臓とか血液というのはちょうど 人体で言うとあの上の方にある神経系とか呼吸器系と下部にある内臓とか消化系の間にあってその上と下がちょうど写し鏡のようになっててその間をつないでるのが心臓と血液系だという話をしましたけども免疫系っていうのは血液とかあのリンパ系の中を動いてるで面白いことにですね血液は心臓を出て動脈を通って体を循環して。 また元にあの戻ってくるんですけども、リンパ系ってどうなってるかというと、送り出す方のポンプがないんですね。で、えっと出口だけは血管でいうと大静脈の静脈のところに繋がっているので、そこから引かれてるのね。あのリンパ液をそこから血液の方に引いてあげているので、それで末端のリンパ管のところからリンパ液が循環して血管の中に引き出されていて、それでゆっくり循環しているので。 でこれってもうあの陰圧ですよね。あの心臓の方は加圧して動いてるんだけどリンパの方は陰圧で動いててあのシャウベルガーが言ってる陰圧の方が生命の方に関係してるとかって話があってで陰圧でこう引いて動かすっていうのはとても大事なことをやってるところでそういうことをするって話があってでそういう意味でリンパのところの動きはとても巧妙な動きの中にあるっていうことがあって。で、 そういうことがあるんでこう心臓とかリンパのところはそれとなく上と下をつないでる鏡の部分だからこういうところに免疫系のいろんなものが動いてるとこれは当然のことながら上の魂だとか心の部分のところを通して影響を非常に受けやすいそういうものを直接何て言うか移しちゃう場所なので。だから免疫力が ががっっったたりり下ていうのは、体調とかっていうところの部分ももちろん関係するんだけども心の状態もかなり関係して恐怖心を持ったりとかイライラしたりとか心配事があったりとかそういう時には免疫力が下がるで逆にこう非常に前向きに生きてたりとかワクワクしたりとかやる気がある時は免疫力がアップしていくので特にそのこのコロナウイルスがうんぬんとかってこう言ってる時に。 自分が感染して病気にかかっちゃうんじゃないかというふうな心配を過度にすると免疫力が下がっていくってことがあって逆効果なわけですよね。お医者さんとか看護師さんとかでどうしてもなんていうかこうあのこう患者さんを助けてあげたいとかって一生懸命やってるとそういうふうに前向きでやってると逆に免疫力がアップしていったりとかすることがあるので。 その働く現場でもこうすごくこう使命感に燃えて働いてる時は一般にこれを免疫力がアップしていくのでどこかに自粛してじっといろんなものが怖くて隠れてるのがいいとばかりは言えないところがあってむしろなんていうかまあ運動したりするのも免疫力がアップする方向につながっていきますけどあのこういうことをこう考えなきゃいけない。 薬のことでいうと今問題になっているのは抗ウイルス剤というのとワクチンですけども抗ウイルス剤というのはこれはウイルスの活動を抑える薬でこういうものを薬をとにかく開発しないとすごく不安だという話はあるんですけども抗生物質というのは自然界に存在するカビだとか生き物から取られているので自然なものなんですけども抗ウイルス剤というのは 基本的にに完全に合成の物質で、エネルギー的に言うと一種の毒薬だしそういう意味で完璧にすごくいいものを入れるわけじゃないのでそれとこういうものを言うると必ず耐性ウイルスが出てくる可能性もあるのであんまり理想ではないんですけどまあ社会的に見てある段階でとにかくなんてか抑えなきゃいけないという話であればこういうものが必要だということはありますけどもこれはワクチンってあのウイルスの毒を少しなんか弱めて コロナウイルスの場合だと毒性というのは繁殖力の強さみたいなどのくらいのスピードで何ていうか増えていくかというスピードを弱くするみたいな話がありますそういうものを体の中に入れてやって抗体を作り出すのでなんかそういうものを無理やり入れてこ体の中に抗体を作っていくのは本当はちょっと邪道なところもあるんですけどもそういうところのことを少し加味しなきゃいけないって話とシュタイナーは ワクチンには基本的にあんまり賛成ではなかったのであのワクチンを使うと体の波動が物質的な方向に向かってかなりなんていうか引き戻されるので霊的な感受力とかそういうものが落ちちゃうので体の波動が下がっちゃうのであんまり使うのは良くないよっていう話はしててでただ人間のが本当に どういう存在なのかというときちっと認識していればそういう波動が落ちるということもそれもなんか心の力でカバーできるので全然そのオールアナッシングでだめっていうことではないけどそのまま使うとワクチンはマイナスの方向に行く可能性もあるのでそういうことは一応考えておかなきゃいけないということを彼は言っててで、まあ、それがなんかだいぶ影響しちゃって日本ではそうではないんじゃないかと思いますけどヨーロッパでは 少なくとも、かワクチンはあの接種したくないっていう人が結構いて、主体な系のところのそういう学校の人は、ワクチン打ちたくないとかって言って、感染症が流行すると、そういうところの子どもだけ、伝染病が発生したりとか、そういう話もあるので、理想的に言うと、ワクチンは打たない方が多分いいんだと思いますけど、今のような状況ですからね、なんかまだ時代があまり良くなさすぎるので。 こういう時代にどうするかっていうのはちょっとバランスをとって考えなきゃいけないとは思いますけどもあのそういうもろもろのことがあるということで免疫力ということでは言うと一番大きな柱はウイルス系の部分とそれから体の中の免疫系のところとらはかなりなんていうかお互いに戦ってる状況にあるっていうこの枠組みを霊的なところも含めて戦ってるっていうそういう話を何か。 理解しとくっていうので、この先にある話としては、この抗体を作るところっていうか、さっきあの B 細胞が抗体を作るって言いましたけど、コロナウイルスの場合は、ここにちゃちゃが入ってきてるところがあって、それがまた大問題なんですけども、まだこれはちょっと次の話でやりたいと思います。はい、じゃあ、きの話はこういうところではい、終わりします。はい 以上の先生どうもありがとうございました。このお話、共感された方は是非チャンネル登録をお願いいたします。それでは失礼いたします。